WWF 日米レスリングサミット、夢かうつつか東京ドーム、日本のプロレスとアメリカのプロレスが正面に衝突、夢よありがとう。小橋健太、口正信組を迎え入れました。深く息を吸い込めばアメリカの香り、本場アメリカ WWF のプロレス軍団が日本上陸。何が起こるのか、何を起こすのか、その全てを私たちは目の当たりにするわけです。その一挙手一投足をしっかりと焼き付けましょう。そして自分だけの素敵なプロレスアルバムを作りましょう。ラオコナは自動サンタナジリースルーカー。WWF 陣営の入場です。ジミー・スヌーカ、そしてティド・サンタナ。対する日本陣営は小橋健太、口正信であります。レフェリーはシェーン・マクマホン、 WWF の代表ビンス・マクマホンジュニアの息子さんに当たります。プロレス界今世紀最大のビッグイベント、日米レスリングサミット in 東京ドーム、日本陣営と WWF の決戦。さあ今高らかにゴングが鳴らされました。さあ武さん、いよいよ始まりましたね。いよいよ待ちに待ったものが始まりますね。はい、この東京ドームの放送席に座っての今の率直なお気持ちはいかがですか。やはりこの大きさとですね、やっぱりこの WWF のパワーをですね、はい、肌でまさに感じますね、さあお聞きください。場内から小橋コールです。さてジミー・スヌーカー、ティト・サンタナ組対小橋健太、プチ・マサノ組、日本陣営は小橋健太が出ております。現在の世界ジュニアヘビー級、失礼、現在のアジアタッグのチャンピオンであります。つい先日タイガーマスクと組みまして、カンナムエキスプレスの持つアジアタッグのベルトを奪取したばかりです。武さん、このベルトを取って自信をつけてのこの東京ドームですね。それは小橋にとってやりがいがある相手ですよね、まして今の相手のですね、サンタナももっとやっぱり WW のタッグを持ってた経験の持ち主ですからね、はい、そうです。さあ今武内さんからご紹介ありました、ティト・サンタナ、79年の WWF のタッグチャンピオン、そして85年にはインターコンチネンタルのヘビー級チャンピオン、そして87年にはストライクフォースなるチームで WW の世界タッグのチャンピオンともなっている、実力派であります。立ってよし、寝てよしのオールランドプレイヤー、ティト・サンタナ。対する日本陣営は小橋健太です。サイドのヘッドロックに捉えられております。さてこのティト・サンタナですが、まあ、オールランドプレイヤー、そういった意味では日本陣営の淵正信と同タイプと見ていいんですか。そうですね、やっぱりテクニックで勝負をしてくるタイプですからね。はい、試合前小橋健太に話を伺いました。本場アメリカのプロレスを相手にどうしますかと。プロレスに本場も何もありませんと一蹴されてしまいました。小橋健太輝いております。さあジミー・スヌーカが出てまいりました。ジミー・スヌーカといえば81年世界最強タッグ決定リーグ戦におきまして、今は亡きブルーザー・ブロディと組んで優勝を遂げております。ティト・サンタナが残ります。低いアンガルからパンチを繰り返します。そしてロープにホイップした小橋、さあどうする、ショルダーアタック、これはサンタナに分がある、地に伏せている小橋、飛び箱のように飛ぶ、そして空振り、あーっと逆に打たれた、早くもカバーの体勢だ。カウント一つで戻します。さあ竹内さん、この WWF のプロレスと言いますと非常にこの見せる要素が強いと言われますが、ここまで見る限り非常にこのケレミのないファイトですね。これはですね、ちょっとやっぱりアメリカでやってるスタイルとですね、一味変えて戦ってますね、なるほど、この日本あるいは東京ドームという状況に応じたレスリングをしているということですね。完全にスタイルを変えてきてますね、はい、これはやっぱり小橋フチームにとっては手強くなってきましたね、大きく見栄を切りましたティト・サンタナ。さあ小橋健太ちょっと劣勢に立たされております。WWF のリングそのままに赤、白、ブルーのこのロープに囲まれております。あっとスタンピング攻撃受けました。そして返す刀で淵正信か。さあ再び場外転落です、小橋健太。さあゆっくりと起き上がりました。ちょっと竹内さん、小橋劣勢ですね、押されてますね、はい、
盤石の体勢でこの小橋を迎え入れようというチトサンタナ。おっと小橋が飛んだ。さあカウント入れる。さあどうだ。カウント2。さあここから自分の展開に持っていくことができるか。ここで縁につなぎますね。若さで飛ばしました小橋から。さあうまさの縁へ。非常に魂がこもっているパンチ。そしてフライングメイヤーからさあ得意のグラウンドに持っていくか。さあ気合が入っている。パンチを繰り出す。縁まさるパンチパンチパンチ。ジミースヌーカーカットには入りません。決算縁気合入ってますよ。やっぱりねこういう大きな舞台になりますとね、はい、縁のやっぱり存在感といいますかね、実力のやっぱり奥の深さが光ってきますね、まさにプロフェッショナル縁まさのぶ。さあパンチ攻撃からボディスラム一戦。相手を見据えております縁正信。起き上がるところ円錐。さああっという間に日本陣営ペースです。この間に小橋健太がトップロープに登っております。空中殺法が見られそうだ。小橋健太が東京ドームに待った。ミサイルキックジャストミート。これはカットに入った。ですね、ジミーさんが相打ちです。これは日本陣へチャンスだ。さあドロップキックを繰り出す。チトサンタナの動きが止まっている。これは日本陣へ大チャンス。縁がトップロープ。そして小橋がジミースヌーカーを捉えました。ミサイルキック。ジミースヌーカーが場外に転落しております。白いトランクスチトサンタナ。ブレンバスターか。いや足をフックしてリバースしてブレンバスター。小橋健太です。アジアタックのベルトを奪取して、まあ、ようやくここまでの努力が形になって現れてきたという感じです。そしてそのまま勢いに乗って今夜の東京ドーム迎えております。ロープにホイップする。手形が空を切る。手形が空を切りました。ミスターハワイになったこともあるこのジミー・スヌーカー。かつてのかっこよさ一辺倒からイブシギンの魅力は加わっているが、そこに小橋が覆いかぶさる。カウント2。さあ再び小橋がトップロープに登りました。焦点を合わせる。ダイブしてボディアタック。このままプレスする。さあどうだ。カウント 2.5 です。さあ圧倒的に小橋のスピードが勝っておりました。その小橋から縁にタッチが行われました。ボディスラム縁正信。まあかつてはスーパーフライ空飛ぶ獣と言われていたこのジミースヌーカーでありますが、さすがにこのパワーあるいはスピードという面でやや衰えが見られるのか。あーっとしかしこの辺りうまい。ちょっと左の膝のあたりを突き痛めているですね、これはまさにこの運も実力といいますか、このジミースヌーカーが一転して攻勢に転じました。この褐色のボディ、元祖空飛ぶヘビー級ジミースヌーカー、大ベテランであります。ものすごい目をひんむいてヘッドバットを打ちましたが、これはかわされております。さあバックに回った。バックドロップ、カバーの体勢、ツーで戻します。小橋もかなり激高しているようです。20分日本勝負のタッグマッチ、抱え上げてそのままバックに落としました。さあこの野獣のような表情がキラリキラリと光っております。ティト・サンタナ、いきなりドロップキック小橋でも見舞います。動きがいい。まさに流れ星ですね。はい、メキシコの流れ星、メキシコの流星ティト・サンタナ。ショルダースルフライングハンマーアタックになってますね。西川ロブラステジャストミート。18番フライングハンマーアタック。この間にジミースヌーカーがトップロープに登りました。ここにボディスラム一戦。さあ元祖空飛ぶヘビ級ボディープレス、カウントが入る。これは危ない。カウント3、カウント3。元祖空飛ぶヘビ
ビ級の面目躍如、ジミー・スルカ、最後はトップロープからのダイビングボディープレスでした。竹内さん、この一戦いかがでしたか。これは最後にですね、サンタナの得意技とですね、スルカの得意技が見事に合体しましたね、さすがこの辺り百戦錬磨の WWA 陣営ベテラン勢であります。さあ、このフィニッシュホールドのシーンをもう一度ご覧いただきましょう。まさに空飛ぶ宙を舞う獣です。縁がつかまりました。まさに見応えのある WWF 陣営。日本陣営との最初の一戦は WW 陣営に外貨が上がりました。